おはようございます。キャプテン山本です。今回はですね、オナ禁をするべきかどうかというような質問をいただいたので答えていこうと思います。ではよろしくお願いします。まずオナ禁というのは、オナニーをしないということですね。でこれについては僕はちょっと医学的なことというか科学的なことはどうかわからないんですけど、僕の個人的な意見としては別にしなくてもいいと思います。っていうか僕したことないんですよ、オナ禁。小学校3年、初オナニーは幼稚園で上り棒でしたんですけど、そこから期間が空いて小3ぐらいからオナニー、基本的に毎日してて、でなんならそのオナニーしないとムラムラしちゃって、その目つきが血走ったりとかやばいやつになっちゃうんで僕の場合。だからむしろデートの前とか抜いてきますけどね、毒抜きという感じで、そうした方がこうふわーってなってなんか余裕が出るんで、なんなら気合入ってる時とかオナニー2回ぐらいしていくともう全然やる気になんないんですよね。だから逆にやれチンコ立たなくなっちゃってね、あれなんつって、そういう時もあるんですけど、だからもうちょっとよくわからないですね。っていうかオナキンすると本当に血走っちゃうんですよね僕の場合。3日ぐらい前ね、オナニーしなかったんですけどもうダメでしたね。3日で僕もうダメですわ、夜寝れなくなっちゃう、ムラムラして。だからやっぱした方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけどね。そのオナ禁っていうか、セックスしてるんであれば別にそれはいいんですけど、やっぱ2日に1回はやっぱ出さないと僕はちょっと調子悪くなりますね。人によると思うんですけどね。そう、そういう感じでね、自分に合ったやり方っていうのを見つけてもらえば、逆にオナ禁してモチベーション上がるんだったらそれはそれでいいと思うんですけど、僕の場合はちょっと本当に目が血走るんで、性欲が溜まると目が血走るんでダメですね。はい、そういうような形でちょっと向き合ってもらえ、自分のね、自分のペニスと向き合ってもらえればなっていう。でも向き合うって言ってもね、向き合うためにはやっぱ祈祷をね、こう上に上げないとやっぱ向き合えないわけですから、そう、だから勃起した状態でね、こう向き合って、どうでもいいんですけど、この話は。はい、以上ですね。ありがとうございました。